マキロンエースマキロンは、第一三共ヘルスケアが製造、販売する、家庭用外傷消毒液の名称及び、皮膚用薬のブランド名である。同社の登録商標。1971年に、山内製薬から発売され、それまで外傷消毒液として普及していたマキュロクロム液にとって代わり、外傷消毒薬の代表製品として親しまれている。 2006年に配合が見直され、主力商品の外傷消毒液はマキロン S として販売されている。マキロン S は、殺菌作用を有する逆性石鹸の塩化、ベンゼトニウムを主成分とし、組織修復剤、抗ヒースタミン剤を配合した医薬品で、正常は無色透明の液体である。従来のマキロンでは、殺菌成分と抗ヒースタミン剤に局所麻酔薬と、 血管収縮剤が配合されており、組織修復剤は配合されていなかった。発売された1971年当時、家庭での外傷治療としては、マーキュロクロム液などで殺菌し、伴奏酵などで保護して、自然治療を待つのが一般的だったが、マーキュロクロム液は有機水銀を含み、幹部に赤い色がつく欠点があった。そこで、マキロンが発売され、色がつかず、 染みない消毒薬として一気に普及した。患部に直接触れずに、洗い流したり、スプレーで消毒したりできる機能性も特徴だった。名前はマーキロクロムから、マキロの文字を取り、語呂がよく耳にも響きの良い、んをつけたもので、発売当時は赤チンに対して、白チンとも呼ばれることがあったが、現在ではそう呼ばれることは少ない。外傷消毒液の代名詞的な医薬品であって、 他社から発売される似たような外傷消毒液もマキロンと呼称されることが多い。以下の製品は主に健康保険組合向けに販売されているもので、一般の薬局、薬店等では購入不可となる。マキロンの製品キャラクターに男の子、マキロン坊やが存在する。半袖ユニフォーム姿で左手にサッカーボールに似たボールを持ち、右足の膝には擦り傷があり、 その痛みからか右手で涙を拭っている。このマキロン坊やは、最近こそメディアにあまり登場しないが、上記の1971年以来、宣伝キャンペーンに起用されてきた歴史あるキャラクターの一つと言える。今も、その当時のキャラクターグッズがネットオークションに出品されることがある。一方、かゆみ止めシリーズには別のキャラクターとして、かゆみちゃんが存在しており、 マキロンかゆみ止めパッチの初期のテレビ CM にも登場した。何度か変更されているが、現在もかゆみ止めシリーズの一部製品のパッケージに記されている。実際、2017年3月にマキロンパッチエースの新デザイン品が発売された際、再第一三共ヘルスケアホームページ内の製品情報のページなどでパッケージ仕様を区別するため、 従来から発売されているパッケージ品には、かゆみちゃんパッケージが明記されるようになった。ありがとうございます。